はい、では始めたいと思います。集中力プロデューサー森健次郎です。よろしくお願いします。お願いします。まず毎回毎朝、昨日もですけど毎朝同じこと言いますね、なぜ今コロナ問題集中力大切なのか。これは集中力の、メンタルトレーニング、スポーツ界でよく言うんですけど、集中力縦軸高さ横軸心の変化で、真ん中が集中状態、アルファ波って聞かれたことありますか？うん、アルファ波だと脳波 8Hz 前後ですけど、そうすると目の前の対象にぐーっと集中するんですね。いいですか。そうすると情報がどん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 取れてアイデア出せます。ただし環境に影響を受ける、今回のコロナ問題、いいですか。テレビ見てるとマイナス情報いっぱい出てますよね。感染者数、ね、コロナ治った人の情報言わないじゃないですか。ですよね。だから不安になります。そうするとイライラしたり不安になったり、この間をすごく意識します。メンタル不安です。で、今日やる集中のコツをつかむだけでこの感情が上に上がってくるんですね。どん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 。で、この辺になってくると、上になってくると怒り、イライラしたり不安になったりしにくくなる。だから仕事できる人ってですね、メンタル安定してるから常にニコニコしてますよね。で、常にアルファ波だから常に全てを自分事として受け止めるから、どん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 成長して、それは結果出しますよねっていう、それは業界関係ないですよねっていうことですね。で、さらにレベル上げるとシータ波ですね。こうヘルツが、もう脳波が 4Hz とかもっと下なんですけど、皆さん朝起きた時にですね、アイデアがポン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 降りてきたことありませんか？あっあっとかですね、お風呂入ったりとか、あと電車に、僕新幹線に乗ってる時で結構アイディア出たりとかするんですけど、そういう状態、それを私は意図的に作りたいなとですね。今まではスポーツ選手なんか感覚でやってるんで、なぜできてるのって言ったら、質問したらわからないって言うんですね、みんな。なんとなくって言うんですね。それじゃダメなので、言語化してこうやって皆さんに伝えてる。そうするといろんなね、子供から大人まで使えるじゃないですか。で、短い時間で限られた人生ね、約80年、なるべく短い時間で上のステージで皆さんに活躍してほしくて、こういうことをやってます。で、もう一つ言うとベータ波ですね。で、イライラすると乗るアドレナリン、我々の遺伝子は何千年何万年前の遺伝子が入ってます。昔は獲物を狙うときに、ね、逃走、追っかけるか逃げるかだったですね。向こうがレベル高かったら逃げないと死んじゃうからですね。でもそういう DNA が今でも入ってる。怖い上司が来たら固まるでしょ。自分の身を守りますよね。僕もよくありました。ね、そうではなくて、こういうコツをつかむと、人生すべてを受けたもの。よろしいでしょうか。私、次女が、某テーマパーク、ここから自転車で30分の某東京なんとかにいるんですけど、ですね、彼女が、このテーマパークに就職決まったときに言ったのが、人生とは、いいですか、想定外の喜怒哀楽を味わうテーマパークであるって言ったんですね。あのテーマパークって楽しいとこじゃなくて怖いとことかいっぱいありますよね。フリーフォールとか。それを全部味わうから人生楽しいんだよっていう、面白いんだよって話をしてまして、その人生とは今日の後半でやりますけど、その定義を持ってるだけで、去年、卓球の小学生の日本代表、世界回ってます。ですね、顔も違います、環境も違います。そういう時に、あ、そうだ、人生っていうのは喜怒哀楽なんだって、怖いところもあるんだ、僕は今日はそれを味わうんだって思うだけでビビらなくなるんですよね。そういう定義づけを持ってないとですね、人生すべてがうまくいくと思うとビビっちゃって結果出せないんですね。それは皆さんもね、スポーツ選手だろうが関係ないということです、はい。で、基本の基本の基本にいきます。集中力とは聞くと、大体眉間にしわ寄せして今に集中することってほとんど9割以上の方がおっしゃいます。でも私がスポーツメーカーで一流選手とかかってきたら、集中力高い人ほど実はリラックス力高いんですね。この振り子がですね、大きい人ほどですね、全体集中、全体を見ながら今に集中。具体的に言うと J リーガーですね、ロナウドとかは誰がどこにいるのかな、どこがスペース空いてるのかなと一瞬で見抜いて、そこにゴール下にパッと行って、今度はボールにグッと集中して、
リラックスして誰もいないからポコッと蹴って決めるでしょ。一般選手は全体集中がないから人がいるところに行っちゃうんですよ。これビジネスでレッドオーシャンですね。彼らは常にブルーオーシャンやってます。イチロー選手もそうですね。常に球場の上からボールがどこに飛んでくるかなって見ながらボールにも集中しながら、このね振り子をむちゃくちゃ速いスピードで動かしてるわけですよ。伝ってます？逆に私56歳なんですけど、毎年同級生が亡くなってます。で、中間管理職やってます。僕らの年齢いいですか。職場にいると常に緊張状態、常に一点集中なんですよ。そうすると息を吸って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 なんですね。ずっとすると脳には酸素いかなくなるんですよ。で、筋肉固まって血流悪くなって心筋梗塞になっちゃうんですよね。なのでこういう全体集中大事だよって、全体集中したかったらまず何をやるか、ちょっと姿勢正していただいていいですか。僕はいつも言ってるのが、一流アスリートに言ってるんですけど、1分間に1回息をねゆっくりふーっと吐きましょうってやります。いいですか。じゃあ10秒間いきます。息をゆっくり吐きましょう。口から、せーの、はい、どうぞ。ふー、手のひら上に向けてください。はい、ありがとうございます。そうすると筋肉緩むんですね。だから血流が良くなるんですね。で、深い呼吸できるんですね。で、脳に酸素が行くんですね。車を持ってらっしゃる方いらっしゃいますか。多分皆さんね、高級車乗ってらっしゃると思うんですけど、高級車持っててもガソリンがなかったら車は走らないですよね。よろしいでしょうか。なのでリラックスして深い呼吸をすることで、初めてレギュラー満タン、肺翼満タンになってパフォーマンス上がるんです。これはスポーツだろうが、皆さんビジネスアスリートだろうが、子供だろうが、みんな一緒ということで、まずはリラックス力と集中力、これをいかに早く振ってるかが大事ですよねっていうことで、今からですね、この方多分もうテレビ行ってないと思うんですけどもですね、3年前に番組に出させていただいて、この時に、中高生がスタジオで僕の話を聞いてくれました。で、皆さんも今日はですね、この、3分間だけ中高生にワープして戻りましょうということで、純粋な気持ちでやってくださいということで、今から動画を流します。一流スポーツ選手まで延べ10万人に集中する秘訣を伝授してきた集中力のスペシャリストだ。そんな森先生の集中力を高める技を使うと、すごいじゃん、効果は歴然。一体どんな技なのか。それでは早速授業を始めよう。はい、お願いします。今日はですね、誰でも簡単に集中できるコツをお出します。誰でも集中力はあるんですね。ただ目の前のことにいかに集中するコツを知ってるかどうかだけなんです、で、今日はポイント2つあります。集中力を高める技、1つ目は姿勢を正して深呼吸。一緒にやりましょう。正しい姿勢で深呼吸する方法を教えてもらおう。まずは引き手を頭の上に乗せてください。で、次に自分の頭で自分の手を上にグッと上げてください。背筋伸ばします。押し上げる。軽く顎引いて、顎引いて押し上げる。で、手を下ろしてください。はい。で、その状態で両肩をグッと上げてください。で、ストンと下ろして、そしてこの姿勢のまま深呼吸。キーワード言いますね。5たす3は8。これは5秒息を吸い、3秒止める、そして8秒息を吐くという意味。ポイントは鼻で息を吸うこと。鼻で吸うことで脳に酸素が行きやすくなるんですね。それと脳は結構熱を持つんで、鼻で吸うことでですね、オーバーヒートを抑えるという効果もあります。それではテレビの前のみんなも手のひらを上に向けて膝の上に置き、一緒にやってみよう。5秒鼻で吸います。はい、吸って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 、3、4、5。はい、3秒吸って、1、2、3。はい、ゆっくり8秒、3、4、5。
5、6、7、8、どんな気持ちですか今。落ち着いた、落ち着いた、はい、全身運動、これできるね、簡単に。集中力を高める技、2つ目は1点を見つ、はい、今のをですね、3回やります。ちょっと今復習しますね。まずは椅子に浅く座ってください。で、利き手をいいですか、利き手を頭の上に乗せてください。軽く顎を引いて、自分の頭で自分の手をね、上に押し上げてください。押し上げる。意識は外向き。で、手を下ろしてください。で、手のひらを膝の上に乗っけて、手のひらは常に上向き。いいですか。なぜならば、血流は上から下に流れてます。で、普通に下向きにやると、これストローとすると、ストローがねじれてるから、血流悪くなるんですね。そうすると上半身緊張するんですね。ではなくて、常に手のひら上向きにやると、座禅もそうですけど、そうすると血流が良くなるからですね、リラックスできるんです。座禅もそうです。いいですか。だから人と話するときも手のひら上向き。はい、で、この状態で 5+3 は8ですね。5秒間鼻で吸って3秒止めて口でゆっくり吐くということです。吸ったときに、腹式呼吸と逆腹式呼吸、両方大事です。で、今日は、基本的な逆腹式は胸呼吸ですね。で、肺は背筋を伸ばしすぎるとですね、肺は縮むそうです。ですか。軽くで、前に、軽く少しだけ前に持ってくると、肺が横にも前にも上にも膨らむそうです。で、レギュラー満タン、早く満タン、肺気量がバンバン、高い方がいいですよね。パフォーマンス上がりますよね。なので、手を前に持ってきて、5+3は8、いいですか。これをじゃあ今日3回やりたいと思います。いきますよ。はい、鼻で綺麗な空気。はい、吸って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 。はい、3秒止めて。はい、口でゆっくり吐いてください。スキーした、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 スキーした。これで意識をどん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 おへそに持っていってください。2回目いきます。はい、鼻で綺麗な空気。はい、吸って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 。肺が縦にも横にも上下にも膨らんでます。はい、3秒止めて。はい、口でゆっくり吐いてください。意識をどん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 へそに持っていきましょう。体の重心ですね。へそにした。そうすると地に足つきます。ラストいきます。はい、鼻で綺麗な空気。はい、吸って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 。はい、3秒止めて。はい、口でゆっくり吐いてください。スキーした、スキーした、スキーした、スキーした。はい、ゆっくり目を開けてください。イメージこれですね。肺にいっぱい5秒溜めて、で止めて、数字を入れることで明確ですよね。これを皆さんが人に伝えるときも数字を言ってあげるときちっと伝わるのでですね、皆さん全員がやることができますよ。なので意図的に数値化してます。よろしいでしょうか。で、8秒吐いて、丹田に意識を持ってくると。そうすると、副交感神経にスイッチが入って、リラックスできますよ。全体集中ですね。なので、呼吸だけでも1点集中、全体集中、両方やってます。吸うと1点集中、吐くと全体集中。よろしいでしょうか。はい、最後の、リラックスのコツですね。これ、フィギュアスケートのオリンピック選手がやってた方法です。今、皆さん、これが今、ここですよね。現在地点。で、過去があります。で、未来があります。今から本番とかなるとですね、緊張して不安が出ます。緊張しやすいタイプの人、ちょっと手を挙げていただいていいですか。はい。一番僕が挙げたいんですけど。はい。で、コツは、ね、不安って未来なんですね。で、今ここに集中すると、未来はちっちゃくなるんですね。そうすると、せっかくやってきたトレーニングの成果が出しやすくなるんですね。で、コツはもう簡単です。目を閉じていただいて、音を3つ数えるだけです。今の音を取る。いいですか？じゃあ、目を閉じてください。で、今、あなたの耳に聞こえている音、3つ探してください。室内、室外、何でも結構です。時計の音でもいいです。3つ探せたら手を挙げてください。
ありがとうございます。ゆっくり目を開けてください。例えば、神山さん。はい。いいですか？音3つ言ってみてください。はい。外の車の音と、時計の音と、とストーブが動いてる音です。おお、さすが札幌。ですよね。で、緊張してると、その音も入ってこないんですよ。で、自分の世界で不安ばっかし膨らむからですね、どん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 緊張して、で、結婚式のスピーチ、一番初めの僕のスピーチ、あわわでした。ものの5秒で固まりました。いいですか？そういう経験ありませんか？僕、そういう経験いっぱいあるから逆に伝えてるだけなんですね。ぜひ、この姿勢と深呼吸と音を3つ数える。ですか？これだけで、すっと今ここでパフォーマンス上がりますんで、ぜひやってみてください。あ、ここですいません。時間がだいぶオーバーしますが、大丈夫ですか？もし時間があれだったら、もうスーッと抜けていただいたら結構だと思います。では行きます。では、今のこの状態ね、姿勢、呼吸、もう準備できてくるからですね、ここから何をやるか、このカードの真ん中に1点集中して、息を吐きながら20秒間見ていただきます。ポイントですね。息を吐きながら中心点に1点集中。20秒後、ゆっくり目を閉じる。で、私が5秒、10秒って30秒まで数えます。完全に残像が消えたらゆっくり目を開けてください。よろしいですか？あのね、残像はついたり消えたりします。脳波って、1日に6万回かな？やってて、ついたり消えたりするんです。で、ダイヤのカード、ダイヤだったり、四角だったり、いろんなの映ります。完璧に消えたら目を開けて手を上げてください。よろしいですか？はい、では、行きたいと思います。はい、真ん中の黄色に、はい、一点集中。息を吐きながら一点集中してください。はい、軽く目を閉じてください。510秒経過。15秒経過。20秒経過。25秒経過。30秒経過。はい、ゆっくり目を開けてください。はい、30秒映ってた方いらっしゃいますか？あ、いらっしゃいます。あ、さすがですね。はい、ありがとうございます。大体普通は10秒ぐらいで消えます。よろしいですか。で、これ、僕、学習塾8年やってたんですけど、これを実は毎日やってると、大体60秒まで映るようになります。そうすると、どういうことが起きるかというと、目の前の色と形に、これ、周波数、ブルーと黄色の周波数、網膜からですね、のにピントが合うトレーニングなんですね。大阪大学の医学部の先生にこの話持ってたら、その話をしてくれました。で、このカードずっとやってくると、目の前の情報が取りやすくなるよね。60秒残ってるってことは、それは暗記力上がるよねって言ってもらいました。ですか。なので、こういうのやってます。で、経験値として、残像時間が長い方が集中力高いの経験です。で、残像は黄色とブルーが反転します。ダイヤから映りました？色は反転します。あとね、赤とかピンクとかにも映る方いらっしゃいます。僕は赤とかに映ります。で、全然問題ないです。それと、ポイントはね、カードを見たときに、目を閉じると座禅もそうですけど、雑念って湧くんですね。早く終わんないかな、お腹すいたなって。ですか。実はこれが、すいません、スポーツで言いますけど、オリンピック選手が失敗したらどうしようという雑念と一緒。皆さんがお仕事やりながらうまくいかなかったらどうしよう、雑念と一緒。それをこのカードで、カードを見て目を閉じて雑念を湧いた時の疑似体験をしてってことです。だからずっとこれやると本番に強くなるんですよ。で、その雑念は基本的に遊ばせること。これを体感で体得すると、ね、雑念が湧いても必ず湧きます。僕、高校生に
その雑念とか不安くんのことをたまごっちって言ってます。もう一人の自分、たまごっちくんを、人生とはたまごっちを育てるゲームなんだぜって。必ず不安って出る、でもいつも一緒なんだよねって、たまに助けてくれることもあるからね、たまごっちくんはって言ってます。ですか、それを手放そうというか、あっち行けってやるから余計焦るんですね。喜怒哀楽全部受けたもんなんですよね。で、一緒にやって残像にずっと集中すると2分3分残るのがオリンピック選手、プロ選手なんですよ。だからね、5万人がね、打つなとか言われたとしても、ある意味無視してボールに集中できるんです。それが一流アスリート。それは皆さんもビジネスアスリートとしてありますよね、そういう経験ね。ね、なんか文句言われたとか、それは遊ばしとく、あ、なんか言ってるわみたいなと一緒でしょっていうことです。よろしいでしょうか。はい、じゃあもう一回だけちょっとやりましょうかね。もう一回だけ時間計ってみたいと思います。いいですか、ちょっと頭に手を乗っけてください。グッと押し上げてください。で、手を下ろして、一回グッと肩上げて、で、ストーン。イメージは骨で立つイメージ。骨で、あの体操の内村選手ご存知ですかね。僕同じ長崎ですけど、聞いた話ですけど、彼は骨で立ってる。だから筋肉使ってない。だからふにゃふにゃなんですね。ふにゃふにゃ。だから後半でも何種目やっても疲れないから結果出せるんですね。姿勢が悪い人は筋肉で立ってます。だから筋肉硬直してるから後半にバテるんですよ。座ってます？甲子園チーム指導してて、姿勢が悪いチームは後半に弱いやろって言ったら、見事にそうですって言います。常に骨で立つ感覚で筋肉にあるじゃん。いいですか。なのでこれをやってます。で、意識はへその下、丹田って言います。ちょっと両手でへその下触っていただいていいですか。常にここに重心を持ってきます。元気の気ですね。あの、これボールとしてください。ボールの重心に気があるとパフォーマンス上がるんですね。ずれるとボールは動きがおかしくなるんですね。人間も一緒。体の重心、丹田に常に意識を持っていくとパフォーマンス上がるんですね、内から外。だから150キロ投げれるんですね。で、皆さんも常に意識は外。そうするといろんなことがあっても大丈夫ということです。よろしいでしょうか。じゃあもう一回いきます。息を吐きながら一点集中、よーい、スタート。イメージはおへそで見てる感覚でいいと思います。目で見てるけどおへそで見てる感じ。全身で受け止める。はい、目を閉じてください。5秒経過。10秒経過。15秒経過。20秒経過。25秒経過。30秒経過。はい、ストップしてください。目を開けてください。30秒映った方いらっしゃいますか？雑念って何か湧きました？ 30 秒映ったら雑念湧かないかな？これが伸びてくると必ず湧きます。ですね。そこが、あの、メンタルを強くするチャンスなんですね。雑念が湧いてて、あ、来た来た来たって。たまごっちが来た来た。それは遊ばせとく。いいですか、ね、たまに応援してくれるんで、たまごっちは。いいですか、一緒に人生歩もうぜって。そういうのを認識持っとくだけで、ピンチに強くなるんですね。こういうことを水泳とか陸上の選手たちは知ってるんですよ。だから、パフォーマンス高いんですね。それが、お前ら、あれやれ、これやれっていう選手たちってピンチに弱いんですよ。スポーツ業界で全然違う。この差が大きいんですよね。だから海外の金メダリストは辞めた途端にお医者さんとか会社の経営してる人いっぱいいるんですね。こういうの知ってるからなんですよね。僕は日本でこれを広めたいだけなんですね。はい、よろしいでしょうか。はい、で、実は集中すると目の前に集中で終わりじゃなくて、もっと先があって、集中すると必ずひらめきが湧きます。そうすると今までにないアイデア湧きます。今のコロナ問題に対してマイナスに取るんじゃなくて、あ、これチャンスじゃんっていうひらめきが湧きます。それをやって
る人はどん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 生き残れますっていうことですよね。集中すると集中直感ですね。あと想念、イマジネーション、想像ってつながってきます。でちょっと深い話しますね。意識集中には英語でやると2つあります。1つは目の前の集中、これ意識集中ってやります。いいですか。仕事をメールを打つとか、ね、本を読むとか、これを英語で言うと、実は意識集中と無意識集中2つあるって覚えておいてください。意識集中はフォーカスオブアテンション。いいですか。で、実は皆さん、ね、今日この中にも部長の方、部長担当の方、部長の方とか学校の先生いらっしゃいます。目の前のことを仕事なんかやってると、周りの生徒さんとかスタッフさんがなんか喋ってます。その情報も勝手に入りますよね。ステージが上がると。そういう人は無意識で、無意識集中やってて、これをコンセントレーションって言います。いいですか。これを、だからフォーカスオブアテンションが一点集中。で、コンセントレーションが全体集中と覚えるといいと思います。イチロー選手なんかは周辺視野がでかいんですね。だからクソボールでも打てるんですね。ピントが合うから。ですか。少年野球はストライクゾーンしか打っちゃダメ。でも彼らは周辺視野がでかいから、ですか。クソボールを打つ。クソボールほどピッチャーのエネルギー、ボール低いんですよ。だから逆にクソボールほどヒット打ちやすいんですね。さってます？ストライクゾーンエネルギー高いから打ちにくいんですよ。彼はヒッターだから。さってますでしょうか。面白いでしょ。こうやって物事を見ると。はい。で、ピントを合わせると全体集中、全神経が集まるということですね。よろしいでしょうか。はい。で、最後、すいません、時間がだいぶオーバーして。集中力。僕、PTA の講演とかでよく聞きます。そうすると、うちの子供は集中力ないんですってお母さんがとおっしゃいます。多くの方はみんなそうです。でね、集中力ありますって。集中のモードが2つあるっていうのを認識してください。1つは一点集中。もう1つは全体集中。さっきはずっと言ってますよね。で、動物に例えると、一点集中はチーターモード。獲物を狙う。ぐっと行く。これ DNA に何千年前から入ってます。で、もう一つは、モンキーモード。枝から枝へと行く。ね。とか、周りを常に意識しなきゃいけない。いろんな上司がいたり、ね。子供を育てなきゃいけなかったり。皆さん、いろんな立場あります。奥さんがいたり。あ、今日奥さん機嫌悪いなとかありますよね。そういうとこも意識しとかないと。ね、人間関係良くならない。で、今から今日一日のスタートの前にこれやってほしいんですけど、ちょっとノートを出していただいてですね、あるいはポストイットでもいいです。よろしいでしょうか。でね、一点集中とは深い集中。これは企画書を作成するとかメルマガを作成するとか、その世界に入んなきゃいけない。これをね、ゾーンに入るっていうのはこのことなんですね。そうするとどん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 アイデア湧きますよね。で、どん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 発展してきますよ。集中直感想念想像っていうんですけど、で、ね、1分前ともう違う世界に自分が行っていい文章を書けてる。あ、俺って私って天才って思った経験ありませんか。多分皆さんそうだと思います。これが一点集中モード。ではなくて、全体集中モードとしてメールの返信とか電話とかね、これもやらなきゃいけない、現代人は。いいですか。これを切り替えてるだけなんですね。よろしいです。だからみんな集中力ある。で、大事なことは、一日始めて、優先順位で一番上のものをやらなくて、2番目からダッとやっちゃっても、優先順位の1番が残ってると、常にもやもやするんですよ。で、私の提案は、まずはですね、優先順位の一番高い、多分一点集中モードの企画書を書くとかメールマガだと思うんですけど、それを一番初めにやっちゃう。意識的に。そうすると、あとはリラックスして、ね、今日一日もう半分以上終わったなって思うと、さっさと集中して、リラックスして気楽に仕事が楽しめるんですよね。伝わってますでしょうか。これが多分一日を楽しく仕事をやるコツだと思います。いいですか。これはスポーツの指導も一緒で、今日メニュー、まずはこれやるぞって、
まずは何やりたい、打撃やりたいです、だそれをさせるんですね。そうすると子供たちはね満足するんですよ。だあとはどんどんどん楽しくやってくれるんですね。よろしいでしょうか。なのでお客さんに応じてそれを使い分けたらいいんじゃないかなと。